こんにちは、リリナナです、今日は3色糸を使ってポーチを作ってみました。でこちらは長編みと鎖編みだけでできるので、最後細編みとか入れるところもあるんですけども、ベースは長編みと鎖編みだけなので結構簡単にできると思います。よかったらいろんなカラーで編んでみてください。はい、では材料です。今回はセリアさんのニューエンジェルコットン、こちらのカラーナンバーが1番、こちらとカラーナンバーが10番、こちらを使用していきます。こちらは綿が 100% 25g 約 65m、 かぎ針が3号から4号、標準ゲージが22目、31段となっています。あとは同じくセリアさんのニューキララコットン、こちらのカラーナンバーが20番、こちらは綿が 98% ポリエステルが 2%、 25g 約 60m、 かぎ針が3号から5号、標準ゲージが23目、32段となっています。でゲージを見るとそこまで差がないので、こちら一緒に使っていきたいと思います。で他の糸でも全然大丈夫なんですけども、その時種類の違う糸を使う時は同じぐらいの太さの糸を使うといいかなと思います。かぎ針は5号針の3ミリを使用していきます。はい、ではまずはエンジェルコットンのカラーナンバー10番、こちらでまずは編んでいきます。鎖編み32目作っていきます。一度引き締めて、ここから鎖編みを32目、1、2、3、4、5、はい、鎖編み32目編めました。でそしたら1段楕円を編んでいきます。でもし楕円の編み方がわからない方は、こちらの動画の説明欄にリンクが貼ってありますので、よかったら確認してみてください。で片方3目ずつ増やす編み方で合計6目増やしていきます。1周が66目になるように編んでいきます。はい、1段楕円を編んできました。で1周が66目になっています。でもしサイズを変えたいなという方は、6の倍数だったら編めるので、最終段が6の倍数になるように調節をしてみてください。で大体私の場合は15センチぐらいになっています。では楕円を引き抜いたところまで終わっているんですけども、一番最後の目で色を変えていきます。ちょっと戻って、一番最後の細編みですね、こちらで糸を持ってきて引き抜くときに色を変えます。こちらで色を変えてしまいます。でそしたら一番最初の細編みの頭に針を入れて、こちらを編みくるんで引き抜きます。では次から模様を編んでいきます。模様を1段目という感じで書かせていただきます。まずは鎖2回で立ち上がります。でこれは中長編み1目とか長編み1目と数えずに立ち上がりとして編んでいきます。引っ掛けて、で同じ目ですね、引き抜いた目1目目に針を入れて、こちらの糸端は編みくるみながら、でこちらは休ませておきます。こっちは編みくるまずに置いておいて、長編み引っ掛けて、次の目に長編み引っ掛けて、でまた次の目に長編み、長編みを3回編んでいきます。でそしたら鎖を3回、1、2、3、これを1セットとして繰り返します。引っ掛けて1、2、3目飛ばして、次からまた長編み3目、鎖3目、1、2、3で鎖を3目で1、2、3目飛ばします。で長編み3目、鎖3目とぐるっと編んでいきます。
はい、長編み3目、鎖3目とぐるっと編んできました。で、そしたら一番最初の長編みの頭ですね。こちらが1、2、鎖2目で立ち上がりになるので、次の長編みの頭、こちらに針を入れて、で、引き抜くんですけども、今度は私はキララコットンで引き抜きます。色を変えて、で、引き抜いていきます。で、次からまた色を変えて編んでいきます。次は鎖を3回します。こちらと下の段とは逆のことをしていきます。まずは1、2、3。で、次はこちらに長編みを編むんですけども、後ろは休ませておきます。一緒に編みくるまずに引っ掛けて長編みを編みます。で、後ろのこちらの2本、こちらは後ろで休ませておきます。で、ここの穴が開いていると思うんですけども、その下の段ですね、作り目をしてこの楕円を編んできたところ、ここに 1,2,3 3目飛ばしました。ここに針を入れて、で、鎖3目は編みくるみながら長編みを編みます。 1 で隣の目、2で隣、3で、これを1セットとして繰り返していきます。鎖を3回引っ掛けて、で、こちらの下の段ですね、下の段に針を入れて、で、鎖3目は編みくるみながら長編み、1、2、3で、これを繰り返していきます。鎖3目で長編みを3回、1、2、3で、これをぐるっと編んでいきます。はい、端の方まで編んできました。鎖3目、最後は長編み3目で終わりになります。で、一番最後の3目目で色を変えていきます。1、2、3目目で色を変えます。2本引き抜いて、で、最後2本引き抜くときに、こちら私はカラーナンバー10番ですね、エンジェルコットンで引き抜きます。で、一番最初の鎖のところ、こちらなんですけども、ここの一番最初の目、鎖一つで立ち上がったところですね、ここに針を入れてしまって、このまま引き抜いてしまいます。その時にこちら後ろで休ませておいた2本針の上に持ってきて、このまま引き抜きます。引き抜くときは一緒に巻き込む感じですね。で、その後は後ろで休ませておきます。で、次は下の段とは逆に編んでいきます。2段目と同じように鎖2回でまずは立ち上がって引っ掛けて、で、そしたら下の段の長編みが 1,2,3 目あります。こちらは立ち上がりになるので、これは無視して、ここからこの長編みの頭から長編みを編んでいきます。 1,2,3 で、鎖を3回、1,2,3 下の段とは逆に編んでいきます。鎖を飛ばして編みくるむ感じですね。で、下長編み3目の頭に針を入れます。
1、2、3で、これを繰り返します。鎖を3目で、また長編み3目鎖を3目これをぐるっと編んでいきます。はい、端の方まで編んできました。長編み3目で、最後は鎖3回で終わりになります。で、一番最初のこちら長編みの頭ですね、鎖2目で立ち上がって、長編みの頭に針を入れて、で、色を変えていきます。この順番で色を変えるので、次はカラーナンバー1番のエンジェルコットン、こちらで色を変えていきます。で、このまままた鎖を3目、長編み3目と、下とは逆に編んでいきます。1、2、3で、引っ掛けて、こちら長編みの頭ですね、に長編み、で、また鎖を3回で、長編みを3回と、下とは逆に編んでいきます。で、もちろんこちら3色じゃなくて2色でも4色でも何でも大丈夫なんですけども、好みのカラーで編んでみてください。で、長編み3目で始まるところと、鎖3目で始まるところ、下の段とは逆に編んでいきます。で、鎖3目をしたときは1段2段下がったところですね、長編みがあるところの頭に長編みを編んでいくというイメージでどんどん編んでいきます。では3段目、4段目を繰り返しながら、上に書いてある段数までしばらく編んでいきたいと思います。はい、17段まで編んできました。で、次の段で終わりにしようと思うので、色を変えて、で、カットします。一番、私は長編み3目で鎖3目で終わっています。で、そしたら一番最初の長編みですね、こちらに針を入れて、で、こちらで引き抜きます。で、そしたらこちらの2本はカットしてしまいます。で、この時点で大体私は横が14センチで、こちらが大体10センチになっています。では次は18段目、鎖1つで立ち上がります。18段目は鎖1つで立ち上がって、下の段で長編みを3目編んだところには細編みを編んでいきます。後ろも一緒に編みくるみながら編んでしまいます。細編みを1、2、3、細編み3目編めたら、次は長編みですね。ここは今までと同じように長編みを編んでしまいます。1、2、3で、これを繰り返します。長編みの頭には細編みを3回で、次は長編み1、2、3で、これを繰り返していきます。細編み3目、長編み3目と編んでいきます。はい、最後の目まで編んできました。最後は長編み3目で終わっています。もしかしたら人によっては細編み3目で終わっている方もいらっしゃると思うんですけども、そしたら引き抜いたところがあっ
で立ち上がり、ちょっと小さいんですけども、で最初の細編みの頭、こちらに針を入れて、で引き抜きます。で最後は引き抜き編みで終わりにしようかなと思います。このまま1、2、2目目ですね、1目飛ばして2目目から引き抜き編みで、最初の目が結構わからなくなるのでマーカーをつけておきます。で1つの目に1つずつ、あんまりきつくなりすぎないように引き抜き編みをしていきます。はい、一番最後の目まで編んできました。でそしたらチェーンつなぎをしていくので、ちょっと糸を長めに残してカットします。糸を抜いてしまって、とじ針に糸をつけます。でこちらのマーカーがついていたところに針を入れて、でこちらの糸が出ているところですね、あとは下の段の後ろ、頭、こちらに針を入れて引っ張ります。でこのまま後ろで糸処理をしておきます。他の部分も糸処理があるところは糸処理をしておきます。はい、糸処理をしてきました。でそしたらボタンをつけていきます。でこちらは立ち上がりがそこまで、ここが立ち上がりになるんですけども、そんなに曲がっている感じはないので見えないような、上が綺麗な方がいいですね、が表がいいかなと思うので、こっちを表にします。でメスを数えてもいいんですけども、私は大体でつけてしまいます。半分に折って真ん中を決めて、こちらにボタンをつけていきます。こちらはセリアさんのボタンになります。この辺にファスナーとかつけてもいいと思うし、こちらはバッグとかに使っても可愛い模様かなと思います。はい、ボタンをつけてきました。で私はレース糸でつけています。レース糸の20番太い方の糸ですね。でこちらにヘアゴムをつけていきます。はい、こんな感じでできました。で大体横が14センチ、でこちらが10センチから 10.5 センチぐらいになっています。で今回は色を3色使ってみました。で結構色の組み合わせとか難しいなっていつも思うんですけども、私もカラーセンスがあるわけではないので、もう色のバランスだったり配色だったりを考えるのがいつも悩むところなんですけども、結構同系色で合わせると失敗なく編めるかなと思います。いろんな色で結構挑戦してみても面白いと思うので、よかったらぜひ編んでみてください。では今回は3色の糸でポーチを作ってみました。何か参考になれば嬉しいです。ではまた次回の動画でお会いしましょう。リリナナでした。